どうもお疲れ様でございます。2023年もそろそろ終わるんですけどもね、こう振り返ってみると心に響いた言葉やエピソードってどんなものがありますかね。いや、私はね、人っていうのは時に応じてなんか熱い思いに駆られてそっちの方向にね進んでいくんじゃないかなと思うんですよ。なんか目標を持った時って大きなきっかけがあって、そしてちょっとやそっとじゃ消えないようなね、こう炎みたいなのが燃え上がるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、その中でやっぱりお金を稼いでいくこととかお金の問題を解決することに対してまあすごく忘れられない、まあ、言葉とかエピソードがねそれぞれあるんじゃないかなと思いますが、これが何もなければね、やっぱり稼いでいこうっていうマインドセットはなかなか整わないんですよね。私がね、今年1年振り返って、あ、これは確かにそうだなと思った言葉に、消費税とかインボイスっていう問題がずっとあってですね。で、結局10月にインボイスが始まって、金銭的にものすごく苦しくなるね、事業者さんとか、個人事業主の方いらっしゃって、で、あ、インボイスなんてなければいいのにと。消費税がなかったらどんなにいいだろうって、やっぱりね、思ったわけなんですよ。で、そこで私は、ある方からね、そうじゃないよっていうことを聞いたんですよ。で、何かっていうと、じゃあインボイスがなくなりました、消費税がなくなりました、それでお金の問題解決するんですかと。それでもうハッピー、お金困んなくなりましたってことになりませんよっていうふうに聞いて、あれでもそうだな、確かにそうだよなと思ったんですよ。もっと言うとですね、世の中から税金がなくなりましたと、私たちが稼いだ分は全部自分のものになりますって言っても、結局年収300万の人は300万しか使えないんですよと、年収500万の人は500万ですよって言われて、あ、確かにそれじゃ足りないよねっていうふうに思い直したんですよ。もちろんね、余計な税金ないのが一番なんですよ。でも税金がなくなったところで、例えばね、税金が全部ですよ、社会保険料も全部なくなったと、ところで年収を上げないと根本的な解決にはならないんですよね。うん。それはそうだなって思いましたね。だから、インボイスには反対する。消費税の廃止にはこれからも、意識を向けていく。だけども、それとは別に自分の収入を上げていくってこともやらないと、制度は確かに国の責任であり落ち度だと思うんですよ。でも、根っこの心で、自分の力で自分の年収を上げていかないことには、税金がなくなったところでね、年収300万は動かないんですよ。年収500万はそのまんまなんですよ。だからそれじゃお金の問題解決しないなと思って、税金を取られても取られても、やっぱり手元にね、何百万も残っていく。できれば1000万、2000万残っていくっていう状況にしないと、結局はお金がない、お金がないっていうお金の悩みは尽きないんだろうなと思うんですよ。で、私はね、今ね、子供がいて、なんかレゴをものすごく欲しがるんですよ。で、レゴを買いに行くじゃないですか。やっぱね、何千もするわけですよ、買うと。で、2、3日しちゃったら、今度あれが欲しいって言って、またレゴ欲しがるんですよ。まあ、また買いに行くんですよね。そしたらまた何千、5、6000円するんですよ。で、それは特にね、払えない金額ではないかなと思うんで行くんですけども、さすがにね、それが続くとね、買いに行くのがめんどくさくなるんですよね。で、買いに行ってる間、他のことができなくて時間取られちゃいますしね。でも思ったんですよ。おそらく、子供にせがまれて、5、6000円のね、レゴを買ってあげる。レゴじゃなくても何かのおもちゃを買ってあげるとするじゃないですか。でも、これは、例えば誕生日とかクリスマスとかそういう時に買ってあげて年に2、3個が子供に渡るものなんじゃないかなっていうふうになんとなく思ってるんですよね。でも私は何の記念日でも何でもない時に欲しいって言われた時には、あ、じゃあ行こうかみたいな感じでおもちゃがどんどん増えていったんですよね。トミカもたくさんあるし、プラレールももう買い足せるものがないぐらいあるし、で今度レゴですよ。レゴも山ほどあるんですよ。で、与沢翼さんなんてのは、子供とね、おもちゃ屋に行って、子供が欲しいって言ったら、棚ごと買ってるみたいなね、そんなレベルなんですけども、そうすると、おもちゃを買って、あれこれ遊んで、すぐに
まあ、飽きるっていうかね、うん、使いこなしてしまうんですよ。でもっと別のものが欲しがるっていうことで、うん、なんかそれなりにおもちゃの使い方の成長発展には早いのかなと思うんですけども、うん、ただやっぱりねお金はかかりますよね。でもお金がかかるたってね何十万も何百万も年間でかかるわけじゃないんで、まあ、買えるわなとは思うんですよ、うん、まあ、だけどもこれでいいのかなとも思ったりねしないでもないかなと、うん、で結局何が言いたいかっていうと、うん、なんか私たちはねやっぱり自分の内側で考えているような気がするんだけども、外からの情報によって判断してるところが多いのかなと。例えば本来ならたくさんおもちゃを子供に買ってあげたいんだけども、お金がないからしつけと称してね、そんなに買ったら物を大事にしなくなるみたいなことを真に受けて信じちゃってるとかね。いや、いくらでもおもちゃ買ってあげてもやっぱりね大事には使ってますからね。うちの子は別に何か物をなくしたりとか壊したりもしないし、それこそ自分が好きで遊んでるものがなくなったり壊れたりとかしたら嫌だからものすごく意識してるんですよ。そういうのを見ると私はそんなにね粗末にしてないなと思うし、うん、それこそおもちゃがたくさんあって、うん、よかったなぐらいは思うんですよね。買ってあげるとよかったなぐらいは。多分これが潜在意識と顕在意識の差なんだろうなっていうふうに今日の話のオチが来るわけですよ、うん、潜在意識と顕在意識ね。潜在意識では子供に何不自由なくあれこれさせてあげたいとかね、お父さんお母さんにはあの恩返しをしたいとかね、親孝行したいとかね、潜在意識では思ってるんですよね。やっぱりみんなそうだと思います。ただ顕在意識ででも時間がない、でもお金がない、でもなんか親子うまくいってないみたいな感じで、うん、自分が意識しなくてもいいものを意識しちゃって、しかもその意識ってのは内部から来るんじゃなくて自分の見てきた聞いてきたものに影響を受けてそうなってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ、だからその潜在意識と顕在意識の扱い方については一度本当にしっかり考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、私もねなんか及ばずながらっていうか日々考えるわけですよ。これはどういうことなんだろう、この判断はどっから来てるんだろう、自分の判断なのか、それとも多くの人がそうやってるっていう外部からの情報が自分の判断を司っているのかとかね。まあそういう問題にきちんと向き合う意味でもこの、まあ、奈美さんのねスタート100、これを覗いてみるのはどうかなと思いますね、うん、例えばこのスタート100にはどんな、うん、コンテンツが含まれるのかちょっと覗いてみたい気はしますけどね、うん、どうでしょうかね。そんなご希望の方 LINE に登録してみたら何か分かるかもしれませんのでね、奈美さんの LINE チェックしておいてください。それではまた私からは今回は以上です。お疲れ様です。